オッケー。はい、ソニックさんです。今日はあの人を信じていいのか。そうですね、信じていいのか。まあこれをですね、まあ単純に、なんかあれですね、一回だけ占います。まあとりあえずで、ソニックさんはですね、このチャンネルはですね、日曜日と水曜日はタロットライブという夜10時から、日本時間夜10時からの配信をしてて、で、月、火、木、金、土はエブリデイという夕方8時から毎日抽選占いやってます。抽選占いをやってるということですね。まああの人を信じていいの。まあね、抽選占いでですね、まあなんかソニックさんのですね、タロット占いをですね、体験できますんでですね、まあこれはね、フォーエグザンプルですよ。なんか例としてね、ちょっとやってみようかって感じです。じゃあいいですか、まああの人を信じていいの。ね、まあこれはですね、今日のスプレッドはラバーザンのデスです。まああの人を信じて、この先どうなってしまうのかというところから、あの人を信じていいのか、それともやっぱやめといた方がいいのかなっていうのをね、ちょっと調べてみましょうね。見ましょう。じゃあそれね、じゃあ早速占いに入りますよ。ソニックさんです。ね、まあ、そんな感じでいきましょう。まあね、毎日抽選占いやってますんでね、もうお越しいただければと思いますね。なところでですね、そうですね、まあ、あの人を信じていいのか。そうですね、まあこれは占いだと分かんないですよ。まあ、ソニックさんがですね、まあ、ね、そんなんじゃないなんて言ったらね、外れるんですよ。ソニックさんですね、タロットさんを通さないとですね、全然ダメなんですよ。本当に、まあ、それだからこそタロットさんがソニックさんを選んだのかなというところもあるんですけどね。ソニックさんにね、ソニックさんどう思う？ってダメですね。ソニックさんにどう思うはですね、ソニックさんに聞くときは、ソニックさん、タロットさんはどう思ってる？こう聞いてください。そうするとソニックさんはですね、タロットカードを通すことでね、タロットさんの家がこう言ってるよってことをあれなんですね。ソニックさんに直接聞いちゃダメですよ。ね、なんですね。まあまあ行きましょう。じゃあこれはですね、まあ、あの人を信じていいのか。例えばそういう質問があったとするじゃないですか。こういう感じで占うって話ですよ。まずですね、これが現時点で置かれてる状況です。ドン。まあこれがですね、縁がないんです。相手と縁がない。まあそんなところが物事が始まるんですよね。あとソニックさんはですね、ココナラっていうところで占いやってますんでね。まあそちらの方にね、来ていただければですね、こと細かく、本当に現実、事実のみをですね、ちゃんとお伝えしますんでですね、悲しい結果になることもあるかもしれませんけれどもね、まあそういうところでね、本当はどうなの？そうですね、本当はどうなのはわかります。はい。本当はどうなのかはわかります。その代わり、あなたの気分良くさせて、あれですね、なんかまたいらしてきてくださいね、みたいな、適当なことはしませんので、いろいろ賛否両論って感じですね。行きましょう。じゃあですね、現時点はですね、もうその相手を信じていいのか。これなんですよ。信じるも信じない、もう縁がないんですよ。相手と縁がないところで信じるかどうか。まあ、そこですよね。でもいいですか？もうこれがですね、過去の段階、あなたはですね、相手に対してこれなんですよ。社会のルールの外側。だからもう、縁がないじゃないですか。結婚できないとか、向こうはもう結婚してるとか、そういう感じなんですよ、おそらく。まあ、それに対してですね、向こうはどう思うか。これですね、向こうはこれ、仕事を理由に距離を置く。ね、仕事が優先してるんですよ。まあ、その次の段階ですね。まあ、あなた相手に対してこう言います。よくよく考えたらそれほど悪くないわ。あんな素敵な人いないもの。そう思っちゃってるみたいですね。いいですね。こういう、いい女性です。この男がどうなのって話ですよ。じゃあ男の方ですね。あの人はこれですよね。ドーン。はい。もう、なんかね、丸々さんを選ぶのは僕が決めれるよ。そんな感じですね。まあ仕事が優先してる。でも選ぶのは僕。な感じ。でもお互いにもこれですよ。縁がない。あの人を信じていいのか。難しいですね。仕事選んじゃってますからね。仕事選んだ後向こうが選べるっていう立場ですからね。もう行きましょう。信じていいのか。こっから先、いいですか？相手側。あの人はこれですよね。判決を受け入れ。新しい生活の開始。判決を受け入れって言うんですよ。判決が出てるんです。判決がすでに出ていること。縁がないというね、判決が出てることに対して、それを選びます。それに対してあなたはどうするか。これですね。どちらかが相手の意見を飲み込まなきゃいけない。まあこれはですね、まあこのカードの展開から考えると、既婚者であって、それであなたを選ぶかどうか、ね。だから僕はもう既婚者だからそれしかできないよっていうところに対して、あなたが、やべえ、その意見を飲み込まなきゃいけないの？それともどうするの？っていう感じになってしまう。あなたは考えさせられる。もしくは仕事ね。いや僕はもう仕事を選んだから、それで君がついてくればいいんじゃない？そんな感じかもしれません。で、まあ、それであなたは、やばい、どうしよう。これは決めなきゃいけないの？みたいな感じになります。最終的に、いいですか？最終的にはこんな感じです。向こう側ですね、これ。
あなたとの今後に期待ができないので距離を置く。距離を置いちゃうんですね。じゃあそれに対してですね、じゃああなたはどう出るか。あなたはこんな感じですよ。どうもね。うん。お仕事ですね。お仕事で関わって、まあ、次のステップアップ、ね、に行くというところですね。まあこんな感じでですね、うん、あの人を信じていいのか。信じるとするじゃないですか。信じるとするところで、あれなんですよ。自分で決めてねってことになっちゃうんですよ。なんか彼はもう自分のスタイル変えません。縁がないというところでの、なんかスタンスで行って、恋人みたいなものになりたいっていうのはもう縁がないんですよ。ただ、関わり合いはあるんでね。タスクとしての関わり合いはあるんで、その関係ではいられます。まあそういったところですね。まああなたがどうしますっていうところなんです。で、こういう占いをですね、連日やってますってことでね、まあ今日はね、あれ参考にしてください。ね、日曜日と水曜日はタロットライブ、ね、ちょっと待ってくださいね。ちょっと日付がね、ちょっと違うんですけどね。日曜日と水曜日はタロットライブというのをやってますね。これですね、日曜日と水曜日ね、まあ、タロットライブね、まあ、あとはですね、まあ月火木金土、これはですね、ソニックさん流派視聴者参加占いエブリデイなんですね。まあ、毎日ね何かしら占いやってるんで、まあなんかね、日曜日と水曜日は夜10時、他の日は夕方8時からね、まあ、夜8時からね、やってますんでね、まあ、抽選占い、番号を選んでお願い書いて、まあ、そういうことをやってるんでね、来ていただければと思います。はいはいはい、よいしょ、ね、ソニックさんですね、まあ、あの人を信じていいの、まあ、信じていいの、まあ、この占いに関してはですね、もう信じたらこの先どうなるの、こうやって見ればいいかなって感じですね。はい、そんな感じです。はい、じゃあ今日はここまでということですね。またすぐにお会いしましょうね。See you、 チャオ。はい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 、はい、ね、こんな占いの点数やったんですよ。20秒稼がないといけないですね。終わりです。